この2つの条件を満たすものがカラーラフであるとぐらいに思ってくれたらいいです。これこの2つの条件を満たすものがカラーラフということで、まずその前になんでわざわざ一点投資の部屋を描くかっていう、そこからの話になるんですが、左右反転使いやすい、一点投資は。で、二つ目は、これちょっとフォトショー限定になるんですが、フォトショーのツールの問題で、クリスタではないんですけど、これ、一つのブラシでシフトキーを使うことで、こう縦横のまっすぐな線と、こう斜めの線の直線と、フリーハンドの線っていうのをシフトキーの調整で一つのブラシで3種類できると。なんで一点透視する上で全部ちゃんと網羅できるっていうのがでかいですと。まあ、2点でもできるはできるけど、2点まで行くと斜めが2箇所入るんで、ここまで来るとパース上下の方が楽かなと。で、1点の場合は縦横がメインになるんで、まあ、これを綺麗に引きつつ斜めも引けるし、で、自由な曲線も引ける。パース定規使うと、この自由な曲線引くときに、ちょっと一手間いるっていうか、まあ自分の場合だと、ショートカットキーで、まあスナップ解除のやつ入れてるんで、まあそれで対応するんだけど、まあそこの差が微妙に出るという感じですね。グリッド。これど真ん中に小システム打ってくださいって。まあ、とりあえずこれが一番いいです。パースとかよくわかんないっていう方は、とりあえずど真ん中に打ってください。小システムをね。こんな感じで放射状の線をまあ無限に引いていくんですが、はい。まあある程度引いてコピペすれば早いですけどね。まあこんな状況をまず持っていくわけですね。で、これ意外と大事で、白から始めるよりは、なんか、ベースとなる色を、全体の印象を付けるような色を置く方がいいと。で、あとはね、もう、ラフなんで、好き勝手もうデザインしていけばいいんですが、基本的にあれダメ。自分も昔やったことあるんだけど、絵を描くときあれはやめてください。エアブラシ。このカラーラフとかやるときに全体の雰囲気つかみたいっていうので、こうエアブラシで攻める、こうやって。この辺なんとなく明るくしようとか。これエアブラシはね、ほんとね、後々地獄を見るんで、こうなんとなくこう、この辺になんか置いてとかで。まあ、たまにやる人いると思うんですけど、はい。自分も昔やったことあるんですが、こういう感じで攻めていくのはちなみにやめた方がいいです。推奨しないということで、極力自分はハードインブラシ、クリスタだとね、まあカブラペンかな、 G ペンよりは自分はというのがおすすめかなっていうところでございます。%うん、そうなんで、あとはね、まあ、不透明度は自分はちょっと下げ目でいきます。で、不透明度下げてる理由は本当はね、100できちっとやりたい気持ちもあるんだけど、下げる理由は色を作りやすいからっていうので、例えばこここうしてもうちょっと明るい色を着たいなっていう時にこう選ぶじゃないですか、置くじゃないですか、これでいいか、明るくなりすぎたなっていう時に色取ってこう選んで、ここをもう一回スポイトで取って一個戻って描くと、これの繰り返しでだいたいいい明度のものが引けるんですよね。明るいとこ欲しいと思ったらこの辺から色取って塗って、明るすぎるなと思ったら一回これをスポイトで取って一個戻ってもう一回塗るっていう。なんでこのこっちのカラーサークル、カラーピッカーとかは使わず、ほとんどこのキャンバス内で色を選べたりするので、ちょっとした陰影はね、まあそういうちょっと手間省けるということですね。まあそういったところでちょっと不透明度落とした方が、個人でも落としすぎない方がいいです。ここで、ね、低すぎるとね、またダメで。というのは、こう、何回も何回も線とか引かないといけなくなるんですよね。こう、透明度が強すぎて、あって。そうすると、時間かかっちゃうんで、まあ、フォトショならまあ60、70、クリスタだと40ぐらいかな、多分。の方がいいかなと、個人的に思いますと。ある程度描いた時にこう左右反転ができるのが素晴らしいですね。こういう時に一点通しだからできるんだけど、で、面積広いとこ先色決めたいんで、そうですね、床なんかフローリングとかにしていくんですが、色選ぶ時ちょっとさすがにあれですね、ベタ塗りでいきましょう、うん、黄色すぎるかな、まあいいでしょうと。なんでまあフローリングちょっと難しいんですけど、色相もね、なんかね、やっぱりこうフローリングだとこんな色はちょっと嫌かも、嫌ではない。
まあ、嫌ではない、まあ、元がちょっと青系なんでこう赤の方にずらすっていう感じで、なんだろうな、こうずらしですね。後々ちょっとたくさん出てくるんでまたこの話します。ベースが青なので、こう青から色素をずらしていくっていう感覚で、まあ、やる方がうまくいくと。ちょっとフローリングの場合色素の変化が大きすぎるんで、まあ、なかなか難しいんで、ちょっと後ほど近い話がなった時にまたやります。窓ダン塗りつぶして、もうこういうの思い切っていきます。ここはちょっとまあ光源作りみたいな感じで一旦窓作るという感じですね。ダメなパターンやります。ダメなパターンってこれやるともう絶望っていう話いくつかある。1つ目、いつでも透明度を下げて描けばいいってわけじゃなくて、例えば窓枠描きますという時に、まあ、こんな感じ、なんかがこんな感じのなんかラフを描く人、例えば窓枠描くときに、あ、これダメですね。これ絶望なんで、あ、これは本当にやめた方がいい。この描き方、まあ、筆圧ない感知しないブラシなんだけど、初めからちゃんと描いた方がいいです。で、こういう時に、まあ、今フォトショーなんですけど、あのシフトボタンを押しながら描くと、はい、こうやってもう一発でこう描いた方がいいです。これができるかで、幅とかは多少ずれててもいいです、ラフなん でこれがフォトショーすごい、まあ、早かったと思うんですけど、こういう細い細かいもの他にも出てくると思うんだけど、塊とかはまだいいんですよ。細い系のものは一発でちゃんと描き切った方がいい、うん、早くて綺麗なんで、ラフでもそこそこ整って見えるということになるんですね。そうするとね、でそう、部屋はやっぱりね箱状のものが多いんでいいですねっていうので、こうやって書いていくんですが、パース線があればパース定規なくてもゴリゴリ書いていけるんで書いていくと。はい、で、まあ、上の面明る、こっちもちょっと明るめかな、こうやって。で、側面は少し暗めに持っていきましょうということで、まあ、ここはガサガサガサと塗っていきましょう。例えばこうね、ラフも絵描くときに汚くなる理由、いつも自分言ってると思うんだけど、質感とかで境界なんですよ。境界汚いと絵ってすごく汚く見えるんですよね。なんでこんな感じでもダーッと描いちゃって、締めでやるといいのが、さっき言ったここって接地面が発生するんで、まあ、濃いめの色でキュッて入れる、まあ、厚みもそうなんだけど、接地面とか厚みとかで、例えばさっきのこういうとこもそうですね。ここって厚みというかちょっと幅があるんだけど、こういうとこをキュッと入れる、これが相当大事なんですよね。厚塗りやる方とか特にそうなんだけど、ラフとかでここをキュッと入れると絵って綺麗になるんですよ。こうやって描いた方がいい、きっちり。こういうのってまあすごい雑に見えるんで、こういう風にやるだけでも結構整うんですよね、絵って。こういう線をなんか頭では自分分かってるっつって、なんか端折ってというか焦ってこうビヤーってやっちゃう人っているんだけど、こういうのってそれが最終的に結果時間が遅くなるっていうか、結構絵描ける人とか見てると分かるんだけど、結構一発で丁寧に描くと後々も楽だし、行ったり来たりしないんですよね。それ結構大事というか要素として。かちょっとそのデザイン入れるんだったら このぐらいの感じで描くっていうか、こうピュッピュッて。でだからラフっていうのは汚く雑なんだけど、なんか情報ちょっと正確っていうんですかね。そうですね、あ、そうなんですよ、大事です。こういう風にしとけば、あ、なんか分かるじゃないですか。でまあちょっとここに接地面打ち鍵あるんならこう入れとくとか、なこういうのがまあラフっていうか、いわゆる雑、まあどう見ても雑だけど、まあ、情報分かるみたいなね。
やりますか。自分がいつもやる超手抜き、スーパー手抜きフローリングを5分ぐらいで、5分は無理かな、10分ぐらいでできるかな。スーパー手抜きフローリングを今から5分でできるのかと。まあクリスタとかね、素材あると思うんで全然いいと思うんですけど、まあ、スーパー手抜きフローリングをということで、でも何色ぐらいがいいか忘れちゃったな。まあ正直手抜きラフなんで4色ぐらい色作っといて、一旦ね4色あれば大体なんとかなると思うんで、あ、こんな感じでね、はい、作っとく、はい、で、はい、まあ、2、3でコピーして、まあ、2、3個ぐらい作っとくと。で、長さ変えてね、言って長さ変えて、まあ、順序もちょっと変えて、よいしょ、まあ、白ちょっと長めにして、君じゃないね、どこだ、なんかとかする。で、これをフォルダーに入れときたいですね。こうか。フォルダー入れといて、フォルダー入れといて、はい。まあ3個ぐらい作ってみましょう。黒真ん中持っていきますかね。このグレーが左に持ってきて、で長さも当然変えつつで、まあこんなもんでいきましょうかね。黒黒、一番白、一番こっち持っていって、あ、例えばこんなんとかやっていきましょうと。でまあ3つぐらいできたら、あとはもう適当ですね。例えば一番上のをコピーして、まあ左右反転するとかね、左右反転して、しかもちょっと伸ばすと、伸ばすことでこうランダム性が出ると。まあ2番目のやつも持ってきて、まあ、左右反転して、例えばちょっと今回しまったな、あれ忘れてた。でこれをギュッと縮めて、まあ、しまったら、まあ、こんな感じで、まあ、ここすごい今適当なんで、はい、まあ、簡易的作ると。で、ある程度できたら全部結合しちゃって、まあ、上下反転使ったりとか、左右反転使って、まあ、なんとか頑張るんだけど、ここなんか同じ色が固まっててやばそうですね。ちょっと喋りながら適当にやりすぎたかもしれない。ということで、まあ、こんな感じで、あとはコピーすると。ということで、簡易的な、こう、マス目ができて、はい、まあ、このぐらいで、一旦やって、ここの色が固まりすぎてて、すごい失敗するイメージしか湧かないけども、切り取りましょう。はい。まあ、みんなはもっと、オーバーレイとか重ねたら差でそうか。ということで、ぐるっと回して、変形ツール使って、遠近法。まあ、この遠近法はクリスタもありますからね。まあ、自由に。で、あっと。まあ、この辺は、ちょっとまあ、さすがに書くより貼った方が早いということで、まあ、雑に貼っていきましょう。はい。もうちょっとかな。はい。で、自由変形で。ふと。で、オーバーレイですね。はい。で、レイヤー戻して、なんかこう賑やかしがある方がやっぱり絵っていいんで、まあ、暫定的にこれも元の陰影がもうちょっとしっかりしてればいいかな。上段で簡易的にこういうとこね、一応ラフでもレイヤー分けとくとね、思いつきでいろいろできるんでいいこと多いですね。ということで、ちょっとこの辺もうちょっとだけ、どうしよう、
まあ、そんな感じでね、こうラフの話を、ただ今回こうラフの話したくて、なんとなくこう進め方というか、こうあんままあ雑にならないようにというので、ポイントがいくつかあると。まあ一番のポイントは、この一点投手の部屋っていうのが、その締めやすいからっていう理由。締めやすいんですごい。はい。なので、おすすめなんです。すごい。そう。